のギルバート・アイブルが急病のため急遽参戦できなくなりました。代わってこのピンチヒッターアリスター・オーフレイムが呼ばれています。リングスオランダ初参戦、なんとあのバレンタイン・オーフレイムの実の弟であります、19歳。さあやってまいりました、リングスロシア公式有利。あの極真空手の猛者、パワフルな打撃、今回爆発するか。35歳になりました、185センチ。第3試合トーナメント A ブロック1回戦、5分2ラウンド一本勝負を行います。青コーナー195センチ、96キログラム、リングスオランダ、アリスタ・オーフレイム。赤コーナー185センチ、103.5キログラム、リングスロシア、コーチキン・ユーリー。レフェリー和田良学。さあ第3試合、レフェリーはいつもの和田良学さん、そしてアリスター・オーフレイム、あのバレンタイン・オーフレイムの実の弟、ギルバート・アイブル急病のため急遽参戦となりました。この選手です、195センチ、実の兄バレンタインよりも6センチ高いという長身です。そして一方おなじみのこちら極真の猛者コーチキン・ユーリーです。熊子さん、はい、今回ユーリーはですね、はい、こういう感じなんですけれども、はい、こう当然ながら打撃になりますよね、と思いますけどね。ただですね、あのコーチキンの方はですね、はい、あの柔道でもあの大会で優勝してますからね、背中もできるはずですよ。あはい、おー長いリーチ、まあ、言ってみればですね、あのキックボクシングの極真空手でした。オーフレイムの右のクロス、顔面が勝負を開けますよね。ねえ、今度は左、カメラさん、あのリーチ本当に長いですよね、はい、長いですね。これ非常に、おーっと、相打ちなんですけれども、先に届いたのはアリスター・オーフレイムの方が力強さ有利の方が持っています。当然ながら熊子さん、キャリアは有利ですからね、はい、そうですね、はい、あカウターでないです。さらに顔面というところを考えると、やはりキックをやり込んでる、アリスターの方がいい。おーっと、先ほど、そして腕が、腕を掴んでいます、有利。一回押さえた方がいいですね、一回どっち、自分のポジションを取って、なるほど、中にこれ、はいいいね、上に乗ってこうとしてるんです。あ、やめます、慣れちゃうか。 あまりあのグラウンドキャリアはないのかもしれませんね。そうですね、まだ始まったばかりではっきりと分かりませんけれども、その辺も、うん、おーちょっと19歳、この先は、ね、影響を期待したいですよね。そうですね、両者とも同じ格好をしています。ただスネア当てをしているのがコーチキン有利。このアリスターが立ち上がるとですよ、これからバレンタインが立ち上がると兄弟対決となりますから、 それはねちょっとやっぱり力入らないんじゃないかなという気がするんですよ。ありますけどね、まあ、急遽コーニー決まってしまう、はい、結構よく上がりますよ、ストレート。さすがこの辺りは十分なキャリアを持っています。コーチキン・ユーリー選手は空手ですか。そうですね、極真ですね、極真ですね、はい、極真のロシア選手権で優勝しますね。あ、そうですか、はい、これガードが下がる癖がついてますね。あ、そうですか、はい、アクション。またそういう癖出ました。ちょっとじゃあ指摘していただきたいと思いますが、はい、おー、右のクロス、右サイドから右のクロスが取りました。ここまでです、そして左から、そうです、膝も使います。これ今下がってます、今下がってます、今下がってます、今もらいますよ、これ。そうですね、ダランスされてますね、スウェーデンステップバックしているんですけれども、これは非常に危険なものです。右のスウェーデンから膝、右なかなか迫力があります、目を離すことができません。危ないですね、これ危ないですね、ストレート乗っちゃいますね。オーフレームの方は危ない、いえ、あのユーリーの方が、はい、ユーリー選手ガードが下がってますから、今は下がってますね、今この状態ですね、はい、できれば自分の顎より上に構えた方がいいと思います。おー、あー、ストレート、逆にユーリーが詰めていきます。左が少し当たっています。リードブローになりますけれども、右は打てません。ワンツーですが、どちらも不発です。さあ、踏みました。ここからやっぱり、コーチキンユーリー、グラウンドを持ってます。コーチキンは手足が入ってますね。投げてますね。踏みました。これ明らかにあのオーフレームの嫌がってますね、捕まれるの、ね、打撃だけでやりたいんですよね、打たれ強いですね、2人の、100キロ近いですからね、100キロですか、100キロ超えてる選手のパンチって1回も顔面もらっちゃうときますからね。その通りですよね、ユーリーがですね 103.5 キロです、オーフレームが96キロ、 7.5 キロ、あ、こういうことやります。
これ一つ間違えればものすごい危険なものになります。おお、組み伏せようとしたんですが、さすがにここまでは行きません。あのこのオンフレームはですね、急遽参戦決まったのはですね、リカルド・フィエートという選手、この間来てますけれども、この選手、クローズマッチで締め技で勝利してるんですよ。ああ、そうなんですか。それが、まあ、スリーパーかなんかですか。これだと思うんですね。あ、そうですか。あるいは三角かもしれませんけど、まあ、あのスリーパー、締め技という記録ですね。ご覧ですから、おそらくフロントスリーパーでしょうね。コーチキン打たれ強いですね。結構まともにもらってるんですけどね。コーチキン優位の白い肌がですね、背中真っ赤です。おお、上下に打ち上げます。左から何発か入りましたね、今ね。あのラッシュ力がやっぱ極真からくるものですよね。ミドルだ。腹効きましたね。今のはね、いい感じで入りました。ちょっとボディがオルスになっていました。ユーリ選手はいいですね。いっぱい顔面で振っといてからミドル、はい、お腹にミドルってことで。ミドルが非常に有効でした。あ、膝が高く上がりますから投げ、うん、そして上になりました。ここからコーチキンユーリは何ができるか。腕絡みやってるんじゃないですか。一回パスした方がいいですね。あ、首くるみますね、スリーパー。後ろを捉えてますから危ないですこれ、はい、あー、スタンドか上かぶさっちゃうといいですね、これ上に。オンフレームがかぶさっちゃう、これでいいですね。さあ、スリーパーだ。おー、ここで一回殴り、殴って青子がいいですね、はい、さあ、入ったか、入ったようだ。いや、まだ入ってないですね。アリスターオンフレーム入ってるか、入ってるか。あー、ゴングに救われた。危ない危ない。コーチキン有利にしてはゴングに救われました。アリスターオンフレームにすれば阻まれました。もっとしつこくグラウンド狙ってくるかもしれませんね。コーチキンは多分投げて、で、で何を決めに来たと思ってますよ。はい、はい、左に入っています。右に入ったかもしれません。バレンタインオンフレーム、あー、ロー、おー、はい、軽々と足が動きました。マジア首投げか、はい、倒してきました。おお、はい、アリスター抑えた方がいいですね。一回取らなくていいんで抑えた方がいいですね。オーフレイズはどうなんだ、これからできるのか。グローブはうまく機能するのか、うん、ここでいいポジション取ってますから脱力が一番いいんですけど、うん、脱力するんですね、はい、あ、まあ、どうしても上取って取ろうと思うと全身に力入っちゃいますから、一回ポジション取ってから力抜いてから確実に取った方が。マウントやめちゃいましたよ。これ何狙ってるんでしょう、はい、でもいいですね、今力抜けてますから。あ、そうですか、はい、この状態で圧力かければ何ができるのか。パンチも、わあ、そうですよね、パンチ当然ね、こうやりました。顔面はダメです。いいですね、呼吸しながら。時間はたっぷりとあります。あと2分半、失礼、もうちょっとありますね。さあ、また3分半ほどあります。おお、今度は入るかもしれません。今度は早めに狙いに行きました。どうでしょう、ちょっと見えない体勢です。まだ入ってません、まだ入ってませんか、はい、先ほど熊熊さん、これでね、はい、決め損なりましたから。そうですね、両足を相手の内もも方に入れて伸ばした方がいいですね、相手を、下の相手を。亀の状態一回伸ばさなきゃダメですね、はい、まず首にかけていきました。この動きを見るとやっぱりあの田村さん、はい、あんまりグラウンドは知らないんでしょうね。そうですね、それほどはね、はい、まあ、ただスリーパーとかそういう、先ほどまあ締め技で決めたって言って、締め技系は結構練習してると思いますね。オランダ人は結構ね、首得意ですからね、はい、見よう見まねでできるのかもしれません。スタンドアップ、はい、ガード関係ないみたいですね、ユーリーにとっては。そうですね、ただあのコーチキンのパンチは効くパンチじゃないですね、でも今のは、上に散らしそうな感じでしょうね、はい、ちょっと膝、おっと来ましたね。膝というのはやっぱり足が長い方が有利ですか、田村さん。いや、そんなことは言えないです、ね、はい、一概には言えないですか。そうですね、打ち方が一番重要になると思います、ね、なるほどね。アリスターでもこう倒れても必ず上になるのがいいですね。そういえばなりますよね、
35歳のこのユーリーを19歳のアリスターがグラウンドでは、まあ、操っているようなところがあります。これハーフガードですか、一回右足を抜いてトップのポジション取ってから相手圧力をかけた方が、あ、絡まれ、だいぶ絡まれてますね、はい、この状態で多分腕は取れないと思いますので、ははまず足を抜く、はい、下から腕、あ、サンダップ、あ、サンダップになります。これはいい展開です。レイ、レイ、はい、はい、ポンポンメタイスト入りましたね、飛び込んでいきました。しかし、この関西にようやく来ましたね。連打します。ボディ攻撃。このスキンが割れたボディ、ボディ来ましたね。行きましたよね、今ね。何発入りましたか、5、6発入ってんじゃないですかね。やっぱり同じボディでもレバーですとか、微動じね。左の下突きですね。お、首ですか、これ。タバさん、これどこ取ってます？いいですね。でもまだ全然大丈夫、決まってません。全然ダメです、この感じではダメですか、はい、抜けそうです。あー、ユーリが肘を押し当てています。アパラスのマウント状態か、マウントになりましたね、なりましたね、はい、さあ、ユーリ初めてこの状態どうするのか。あーた、エビのようにポンと跳ね上げられましたけど、どいてはいません。ユーリー、熊本さん、できますかね、ここから。返された。まだガードポジションを保ってはいますけれども、ひっくり返されました。下から十字、はい、取りやすい体勢ですね、今。おお、来ました。あー、時間なしです。あー、2ラウンド終了です。ここで審議の皆さん、ジャッジの皆さんに、ただいまよりジャッジによる判定を行います。判定がありました。しばらくお待ちください。判定の結果をお知らせいたします。判定により高知県有利選手の勝ちでございます。あー、大事なポイント出ましたね、はい、